海の中の小さい遺跡とかこういうとことかにないの？え？え、すごっ！待って、ちょっとすごい！え、すごくない？海が一面氷なんだが、え、すごくない？ちょっと待って、え、すげえ！え、これ結構レアじゃない？すごくない？あ、襲撃略奪者のとことかちょっと見てく？なんかあそこにもさ、あれがあるよね、なんだっけ、ルー文字みたいなやつ。さすがに弓使うか。エリトラで上から入れば安全。なるほど。着地失敗したらどうすんのよ。おお、こういうこと？いた。燃やす方が楽なのかな？燃やす？火打ちしがない。あ、マグマを流す。なるほど。どうしようかな。なんか段差欲しいよな。高さが欲しいな。この死ぬほど燃やしたガラス、これを積もう。ほら、上から見た方が楽しいじゃん。上から見た方がさ、おもろいやん。燃えていく様をみんなで眺める方がおもろいやん、遠くから見るより。じわじわ雪溶けてるだけで全然木燃えねえけど。あ、ファイヤー、きた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 。燃えろよ燃えろよ。待って、これ降りるとき大変じゃない？あ、水あるから大丈夫だ。ガラス積んだおかげでよく見えるね。絶景かな絶景かな。まあもう燃えてるからええやろ。これ完全に落ち着いてから行った方がいいかな。あ、なんかダメージ受けてる。あ、なんかダメージ受けてる音がする。消すと他にもあるっけ？あの中になかったら何もないんだ。どうやって取るかな、あのチェスト。降りてそのままスーって。あちち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 アイススパイク。ここアイススパイクやん。逆にこっちに来てるということは、ここが何もないということで。おっと、ナイスー、お疲れ様でした、バイバーイ、帰りまーす、さよならー。ナイスーということですよね。